はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、こんにちは。というわけで、はいはい、来ましたね。あ、何ですか。フォールガイズ、シーズン2の、情報がね、出ましたね、とうとう。いやこれはね、嬉しいのと、早い、すごくえ、それはいい、ね、あ、いい意味で、いい意味で早すぎるよって。ちょっと待ってくれよ、シーズン1まだ楽しんでねえよ、じゃない。もうやっぱ今まで結構最近ある、まあ、無料だったりとか、うん、まあこのみんなが遊ぶようなバトロワとか、うんうん、っていうの結構こうそろそろ次の話来てくんねえかなみたいな、うん、次の話題っていうの結構長かったイメージなの俺の中で、うんうん、それがもう結構ガラッとしかも変わる内容、まあ、これから内容見ますけど、うん、僕はおこのペースでやってくれるんだったらこれは一生もんだなと、はい、一生もんこのペースならもう一生も一生遊べる、うん、このペースなの。あ、ほんとほんとに見た映像ちなみに。ちょっとすいません、僕はもうフライングしてちょっと見ちゃいました。あ、まあ俺も見たんだけども、はい、はい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 、まあちょっと見ながら。そうだね、はい、ちょっとシーズン2がどんなもんかっていうのをね。いや、そうですよ、うん、喋りながら、はい、行きましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと流しますよ。はい。 Hey, I'm Joe. これだよね、まずねあ、彼だったんだと。そう、フォールガイズの中身の人でしょ。いや、違う。側ハイダラ、この人が出る。違うのよ。いつも僕を使ってくれてじゃないのよ、これは。彼が、その要するに作ってた、うん、プロデューサーの。プロデューサーの方です。フォールガイズの、ね、主任って言ってましたね。リーダーデザイナー。リーダーデザイナー。だよね、多分合ってるよね、リーダーデザイナーでね。うんうんうん、リードデザイナー。うん、一番だから、もう、フォールガイズをしっかり作ってる人というかね。年下じゃない、そんなことないかな。まあでも若いかもしれない。若そうだよね、なんかね。同世代かもね、もしかしたら。だし、うん、やっぱりこのなんかこうあれがあるよね、なんかこう若さというかフットワークの軽さが見える、うんうん、ちなみに今なんて言ってたの、ちょっと聞いてもらって。ちょっともう一回も聞いて。うん、富士さん英語できるもんね。あ、俺一応ね大学入ってるからね、うん。Hey, I'm Joe. I'm the lead game designer on Fall Guys Ultimate Knockout, and I just want to reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan. まあまあ、お日柄もよくみたいな感じだったね。本日は。本日はお日柄もよく。あんま変わんない。うん、日本ってやっぱりあんま変わんないんだね。最初の挨拶は。日柄もよく暑い中、ね、皆さんもお過ごしな中でございますが、まだ言った。あ、がーまで。うん。あ、なるほどなるほど。過ごしたと思いますが、まで言った。で、まあ、うん、そのファンアートいっぱい。ファンアートね、うん、うん。ありがとうってね。感動してるよみたいな感じ、確か。ここは、まあ、私事ながら、このフォールガイズというゲームは、うん、自分の夢が詰まったものなので、ぜひ、うん、遊んでいただいて、本当に感動しておりますっていう。まあ、ちょっと起承転結のショーのとこね。英語わかんない俺でもシーズン2は聞こえたけど。嘘。言ってたシーズン2。シーズン2は俺も聞こえたよ。この俺でも。ちょっと聞いて。フォールガイズシーズン2。フォールガイズシーズン2。ああ、まあ、シチズンかと思ってた。あ、町の村、町人、町の人々。ちょっと、はい、面白画像みたいになっちゃったけど。あともうこの英語のやつももう大丈夫です、もうもう大丈夫ですはい。でシーズン内容ですけど、内容ね、まあここら辺ワンのね、怖いからね、うん、今までこんなんで遊んでましたからの、ここね、ちょっと言葉でほしい、中世ですよ。そうだね、中世だね。中世ね、ほんとね、僕ね、あれだったんですよ、うわ来てくれたわって。 あ待ってたの俺。結構中世騎士スキン好きなのよ。うん、最近でもだけど PUBG とかでもあったけど、うん、そうちょっとね、なんか出たらいいななんて思ってたらもう、うん、シーズン2で来ちゃいました、これは。はい、スネークピーク、スニークピークスニークか、うんよくわかんないけどね、多分響きで選んでる。見てこのステージ。そうこれね、いやこれね思ったこれ最初ね見た時、うん、あ、ちょっとここはね、多分ね、ああ、いつものアスレチックかなんですけど、うん、これね、ちょっと後の方でね、新たに判明するんですよ、このステージのヤバさ。これは、まあ、こっから、うん、この始まってスタートでここゴールってことだよね、多分ね。なんかこう、段を上がっていくみたいな。うん、
後の方で映るけど、この、瓦礫は動くんだよね。そう、瓦礫を押して、うん、あの、壁に寄せて乗るってやるんだけど、うん、上に誰か乗ってても押せるんですよ。うん。押す側とだからもう乗る側に分かれちゃう。これむずそうだよね。俺だ、だから、やっぱ、俺が想像するのは、ずっと押さないっていう、もう、あの、乗らない。ああ。え、これ、最終ラウンドこれ。いや、じゃないと思う。なんなら1だと思うよ。最初の方でしょ？シーソーゲームとか。あ、これね、なんかちょっとごちゃり要素多そうだよね。うん。どうなるんだろうっていう。お、長くない？ね、サスケみたいな、しかも。感じです。なんか2つ、違う。うん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 。そのアトラクションが左右で ね、うん。だいぶ長いのあるんだよな。このね。長い。これがもうまんまサスケなんだよね、この丸太の。まあでももともとね、一応その、なんつうの、あの、風雲竹市場が、うん、じゃん、なんならサスケって。うん、だからそういう意味では、異母兄弟みたいなもんよ。なるほどね。サスケとは。これね。これチーム戦っぽいよね、なんかね。うん。それこそ七宝鈴とかの、あとはなんだっけ、あの、フープループゴール。あ、これだ。そう、ああ、そう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 。うん、のステージが新しくなると、で全部そのコンセプトがね中世風になってるっていう、これかなりねいい感じなんですよ。うんうん。これはドアダ、ドアダッシュみたいな感じなのかな。それか上がるんじゃない、乗って。ああ、なんかだんだん上がっててじゃん。上がっててね、なんかねここにスライムみたいななんかついてるの多分、なんかうん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 、ねっとり、どういうことなんだろう、ねっとりしたのが多分あるよここに。ねっとりだ、ねっとりさせていくってことでしょ。こう。そう。こういくんだよ、こう。そんな、オーガサララップみたいな。オーガ、オーガみたいな、うん。ガラスから出るオーガみたいな感じで。アクリルな、あれ。うん、いや、無理よ、そんなのは。ねちょーってしていくってこと。ちょっとそこら辺も。で、これね、さっきちょっと、先だって言っちゃったけど。これね、この、様子が出るわけですね。あ、その前にコスチュームだ。あ、スキンね。いや、いいのよ。うん、かわいいわ。この騎士。あ、これ、ね、これこれこれ。押すのよ。押してるね。押してる人圧倒的不利じゃん。まあ押さない方がいいよね、どう考えてもね。絶対に。けど逆にその押すことによってなんかこう足場足場持ってっちゃう。このフープループ、うん、の足場も動かせるんだね。そうだね。だからこれどうしてもこういう、あ、ね、どうしても届かないとこがあるとね。これやんないと。いやー、押すがあんのむずいな。ちょっと今のところ、うん、かなり、あ、それがあったかっていうような、むずそうだよね。やっぱシーズン1より多分一個一個のステージは難しいんだろうなっていう、うん、やることは増えそうだね、うんうん、慣れなきゃいけないっていうところもあると思うけど、はい、うん、指先パーンね、ここね、やっぱこれよ、どっちだと思う、うん、先にここにアットマークをつけるっていう前提で撮っててこうやってやってるのか、うん、でもこの人がこうパッてやったのを見て編集の人がここに合わせたのか。編集の人が合わせたかな。あ、まあその方がねブレはしないね、確かに。でもそれにしてはちょっとずれてるよな。でそのとこアットマークなんか、はい、というわけで、短い映像ですけどね。まあ、1分半ちょっと。はい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 。の動画だけども、170万再生されてるよ。いや、すごいよ。ほんとに、うん。俺のビートたけしなんてまだ6000再生だから。Twitter の。いや、俺ねー、うん、あれもっとストーリーに上げてほしいわ。俺、ストーリーの方で見たから、あの、Twitter の方じゃなくて。あー、なるほどね。うん。じゃあ、なんか俺、めちゃくちゃ邪魔しに来てる。ダメよ、顔もずれちゃってるよ、撮影中。あ、撮影中か、ごめんなさい。顔ずれちゃってる、顔ずれちゃってる、はい、小池が入ったので。はいはいはい。なんか、友達ん家だと思われてるんだと。そうなの。西沢の方なの。そう。うん。じゃあ、まあまあ、ちょっと見てみましたけど、うん、まあ、何より、その、僕はいいなと思ったのが、うん、ステージ追加じゃなくて、ステージ変更。うん、あ、そのルールは同じだけど、うんうんうん、ステージの中身が変わってるっていう。そう、うん、今でさえ結構さ、うん、もうルール多すぎて、うん、なんかこれ全然見ねえなって結構あるじゃん、なんだかんだ、うん、そうだね、
そうロールアウトもう4戦見てないわみたいな、うんうん、あるけど、そうなった時にこのわざわざこうステージを変えることで新しくするっていうのはね、なるほどね、これすごいなと思ったけど、シーズン1のステージはなくなるってことかな、もう完全に俺なくなると思うけどね、なくなるか、いやなくなるな、なくなると思う、なくなるか、さすがにそれ取っとくことできるゲームとしてはゲームではないと思うんだよ、うん、なんか全部取っといてルール変えてみたいな。 でもさ、今ここに出てきたやつでさ、うん、最終ステージになりそうなのってさ、このこれぐらいじゃん、この足場を動かす、あまあね、だからやっぱ止まるな危険もこの円じゃなくなるんじゃない、なんかあ星とか星とか、もしくはこの棒がこうなんつうの別々になってくる、はいはいはいとかでもできるわけじゃない、一応止まるな危険、あーでも止まるな危険は残るのあるのかな、形が変わるだけで、うん、まあ、あのこのフープループゴールとかもそうだけどさ、うん、あれも結局ルールは一緒なわけじゃん、うん、そうだ、内容だけちょっと変わる、それこそね、クラウンマウンテンなんて特に作りやすいだろうし、確かに、うん、まあ、じゃあ最終戦はないってことね、この中にまだ出てないと思うよ、これだっていつってやるんだっけ、まだまだだもんね、それこそあとあれか、このシーズンとか書いてあるけどまだ40日あるから終了まで、そうだね、うん、だから10月ぐらい、うん、10月ちょい10月ぐらいだね、10月過ぎぐらい、うん、だったらね、だスキンも全然まだまだ出てくると思うけど、うん、これはちょっとね楽しみよ、いやフォールガイズすごいもんな、まあ勢いはすごいね、うん、ちょこちょこなんかもうね、スプラトゥーンとかやってる人でもあのアイコンフォールガイズになってる人がいるもんな、あ確かにそうかもしんない、もうフォールガイズの方にちょっとこうお熱しちゃってますみたいな、うん、まあ俺もねもうフォールガイズのプロになったし、ん、そういう意味では、あそうなの、そうだよ、だってもう俺は障害獲得賞金がもう上回ったから、スプラトゥーン、あそうか、うん、スプラが0でフォールガイズが2万、うん、うん、ってなるとやっぱりもうフォールガイズだね聞こえ悪いからスプラが0円って、まあ、スプラはね賞金とかじゃないですから、うん、そうそうそう、公式は賞金ではませんから、ね、まあフォールガイズもね、うん、賞金とかではないですけど、ね、実は、うん、そうですよ、まだね出てないんですよ、それは。でもフォールガイズも日本じゃできないのかな、賞金大会これ一応似ているじゃん、確かあれだよね、ゲームが有料だとなんか賞金出しちゃダメみたいなのあるんだよね、そう確か、簡単に説明すると、要するに賞金100万円の大会をじゃあフォールガイズでやりますって言ったら、うん、L 勝つためにまず2000円でフォールガイズを買わなきゃいけない、うん、にフォールガイズのその販売促進になっちゃう、うん、よかダメなんて大会って、うんうん、e スポーツ大会、うん、日本だとね、多分それ日本だとだよね、うん、でだからあのスマホゲーとかの無料のやつ、うん、シャドーバンとかはできるんだって大会がね、うん、っていう、フォートナイトもそうだね、そう、それがちょっとねどうなっていくのかはちょっと気になるけど、まあでも結局ね、ストリートファイターとかもやってるからね大会、あそうだね、あのレベルの賞金なら出せるってことですね、まあ多分そうなんだろうね、俺カスタムでね、うん、やりてえなって思ったんだよ、いやほんとそうよ、カスタムモードが出たら、うん、来るかどうかね、まずねちょっとルール考えたんだ、あ何フォールガイズ大会の、うん、カスタム60で、うん、60人じゃん、はい、だから、60を10組はい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 、60人を10ブロックで、うん、1ブロック5試合してもらって1回でも優勝した人が抜け、うん、なるほどね、だから5人抜けってことね、そう最大マックス1ブロック5人抜け、うん、でも2回優勝する可能性もあるじゃん、ああもうそれでもやるんだ、はいはいはい、そうそうそう、1回抜けた人も、そう1回抜けた人も、うん、いや5000やる、はい、で、優勝したことがある人だけを集めて最終フォールガイズ、うん、なるほどね、まあ、全部で最大50人集まるとね、そう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 、みたいな感じでできるかなと思って、結構考えてたんだよね、で賞金10万ぐらい出したかったんだよねああいいじゃん、めちゃくちゃフォールガイズでさ賞金出てんのマジアホらしくない、
まあ意味わかんないね、なんかそんな感じの見た目全然してないからさ。そう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 、いやだからそれぐらいなんか出せたら面白いなと思って主催したいの。そう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 、大会を、うん、ああなるほどね。まあでもカスタムさえ出ればね、もっともっとやっぱ盛んになると思う。いやカスタム出たら本当やりよう何でもあるんだよね。いくらでもできる。それこそさ、もう5人で対戦もできるわけじゃん。うん、5人で全員死ぬまでラウンドとかも決められるならさ、うん、ラウンド無制限にしてさ、なんかずっとそのノーダウトみたいな24時間フォールガイズみたいなね、落ちたら負けのやつをずっとやり続ける。あ確かに、うん、テレビチャンピオンみたいに、うん、寝ちゃいけないやつみたいな、寝ちゃいけない、寝ちゃいけないフォールガイズねみたいにやることもできるわけ。確かにそうだ、そうだ、それもちょっと期待だね、シーズン2。そうだね、カスタムが来るのか。カスタム来たら嬉しいけどな。でカスタムでシーズン1のステージも触れるがベストだね、多分ね。それは最高だね、うん、むしろなんならカスタムはそっちしか触れませんでもいいわ俺は。うん、1しかできません、うん、全然いい。そのね、シーズンでもしその1のやつを捨てるというか、もうやれなくしますわならカスタムで遊べるようにしてくれたら、うん、積み分けというかね、あれもできるし。そうだね、うん、まあちょっとその辺もね楽しみにしながら、はい、ちょっとシーズン2待ってみましょうか。はい、ちょっとフォールガイズシーズン2来てからもガツガツやってきますんで、うん、そうね、まあ王冠もまだ全然溜まってますんで。いやまず5連勝してねえから。確かにワン中にしないと。そうワン中に、シーズンワン中に、うん、うん、それをまずしましょう。フージさんはね、なんかもうそれだけやってほしい。ああ、いや最近やってるよ、今動画撮りながらもずっとその5連勝だけやって、うん、死ぬまでやってほしい。それだけを。死ぬ直前まで、うん、とりあえずやって。なるほどね。いやでもそう5連勝はね、うん、やっぱやってるけど、なんか俺やっぱ配信してる時の方が逆に勝てんのかなって思うんだよね。配信してないのか。まあ配信してやればいいじゃん。せっかくそんな企画やってんだったら朝まで、ね、寝ないで、寝ない、まあ5連勝できるまで寝ませんで。うんうんうん。ね。ちょっとそういうのもやってみようかな。うん。うん、とまだ、あ、いや全然まだまだ遊び足りないホールガイズなんで。あ、そう、あと、うん、あとまあこれで言うのもあれだけ、まあいいか言ってもいいや。ちょっとコラボをね、はい、したいなと思って、結構いろんな人に俺声かけてたんだ。はいはいはい。うん、だから近いうちなんかこういろんな人と、ホールガイズやるっていう動画上がるかもしれない。なるほど、はい。ホールガイズコラボ動画も楽しみにして、うん。はい。それもよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、ね。PS4 では、PS プラスに入ってれば無料、うん、して PC 版でも2000円で、こちら遊べますので、うん、ぜひまだそんなことない方はフォールガイズ気楽に遊べるゲームなのでやってみてください。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録お願いします。